はい、山田です。はい、どうも山田です。はい、今回は山田さん。はい、僕はあることに気づきました。どうしたんですか？僕は気づいてしまったんですよ。どうしたんですか？このアタッチメントをつければ最強になれるみたいな売り文句してる商品ありますじゃないですか。あるある。あいつはどう思います？あ、かっこいいぞあいつら。ただん、それを全部つけたら史上最強の俺たちになってしまうんじゃないか。気づいてしまったな。ドゥ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 、あった。ということでね、なんかクソみたいなおちんちん商品を今日はね、Amazon さんで買いました。これとこれと、はい、山田さんに持っていただきま、持ってきました。はい、エイブリング。はい、ジュクジュクきたな。手汗溜まってる。くっさーい。とこれね、一生使ってないコントローラーにグリップがついてて、くっさい。まあ、これに全部つけていきましょう。おりゃ、2つつけれないパターンに入ってしまったんじゃないの。これあれ、これ造形みたいなやつかな。おっしゃ、おお、やったー。これをガッチャーン、アフュージョン。あー、いけー。これは何ですか？これはバレンティーカンパチじゃないですか。うわー、怖ー。おい、下に引っ張るからお前上から押してくれ。わかった、行くぞ。行くぞ、せーの。何したって。何の音だ。おい、すいません。おい、R2 取れたって。お前これ2000円したんやぞ。責任取れんのか。取れねえよ、命に代えてもな。はい、ということで謎の部品が余った、キノコみたいな部品がありもありましたけど、これはどこにつけるんでしょうかね。これは食っちゃいましょう。あー、もう、うえ、きたね、いた、つけんな俺で。はい、ということで、ということでプレイしていきましょう。はい、はい。丸ボタンが効かないからゲームできないんですけど。おい、おい、俺にゲームをやらせてくれ。え、聞いた聞いた聞いた。お、じゃあ勝ちやん。あ、深く押し込まないとダメだから。そう、深く押し込まないと。お、いけるぞ。やっていきますよ。はい、やっていくんですよ。ボタンが押しづらい。丸ボタンと×ボタンと四角ボタンは使えません。まあ、めっちゃ硬い。まあそれも最近は走れん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 。まあ道ですからね、これで勝たないとダメですよ。オータープロダブルタップできませんからね。あと視点移動が感度2くらいになっちゃいますよ。あー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 、本気でやってんですか。本気でやってる。待って、回復できん回復できん回復できん。おい、負けるな。もっと応援してくれ。おい、死ぬな。さあ、行きますよ。行け行け。あんたいかん。お、これだったら勝てますね。エイム関係ないから。いや、そうですよ。ただ撃っとけば。あ、やばい、オープン VC になってる。おー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 。だいぶ本人こうしてますが、表情ではだいぶ悔しそうです。悔しい。わかった。はい、感度が低いってことは、うんうん、感度を上げればいいんですよ。おー、お前頭いいな。早く早く、もう時間待ってられんよ。いや、ボタン遅いから、硬いから動かんなよ。これでいきましょう。ああ、もうこれで勝てるじゃん。次は勝ちなさいよ。もう許せないんだけど。さあ、山根さん、本日のアダルバック教えてください。本日のアダルバックはこちら、ジルル・エイジャックスのケツから。おー、うまいか。やったー。ダッシュキャンセル。なんか足遅いんやけど。おいおい、ちゃんとしろ。ちょちょ、なんかな、足遅いんよ、リアルに。
よっしゃー、おい走れん走れん走れん、まず歩けん。おい、一人殺すんやぞ、しっかり一日後悔。もう山田さん、はい、結果は何ですか。わかりました。はい、どうしたの。最強の解決方法が、最強の解決方法、はい、見てください。何やってるんですか、あなた。下のグリップに挟まって取れなくなります。え、これリアルに取れんのやけど。グリップがいい感じに滑り止めになった。そうそう、はい。おいお俺のやめろ。怖い。これでですね、この人負けないって言ったから、もう絶対負けないんで、皆さん安心してくださいよ。ただこのグリップが邪魔ですね。さあ、ここから無双していきますよ。あ、イヤホンつけてない。音聞こえないって毎回。あ、コントローラー充電がない。いけるいける、すぐ殺せ。負けたら許されんぞ。なんか足速いわ。速いね。おお、1キル。さすがウォータープロ、こっから見せてくれるんじゃないんか。いくよ、止まらないぜ。さすがにそれは。いや、でも味方に任せるしかない。オープン VC で応援してるからね、僕たちは。誰か喋って、もしもーし。これはリアルでも喋る人がいないやつのおたけびなんで。おりょ。下打たれてますけど。それはお前のせいだ。悔しい。本当か。まあ、ゼロにしたんで大丈夫ですよ。ゼロの命名なんですか。あ、ゼロはな、男の精子を全部吸い取ってゼロってあだ名がついたんだよ。昔はサキュバスと呼ばれてたらしい。らしいです。ん、ん、おい、お、触れるな。なんかさっきよりもっとひどくなってる気がする。もうやっぱいつもの装備でいかないからじゃないんですか。ダメぶしすぎましたね。キル5ですですけど。うわ、もう本当に味方にいたらちょっと困るやつですね、本当にそいつは。じゃあこっから5キルすればいい。そうですよ、勝てばいいんやな。勝てば、もう勝てばいいんで、このゲーム。ああ、任せろ。お、見せてくださいよ。ガチモンの歌やって言われた。可愛いですね。だって太田くんが喋ることないですもんね、VC で。リアルでもないですよ。あ、A にちょいて。味方にしっかりと報告するノラの鏡。聞こえてないです、ほんに。今、伝説のうがいですよ、皆さん。珍しいですよ、これ。うん、ふぅ、うわぁ、やっぱこの装備安定ですね。あはははは、いやぁ、おぉ、やろれ。もしもーし。ミュートされました。おお、なんだこれ、リアルでも再現されてんのか。おりょー。はい、ということでね。おもろすぎオータって言われた。おお、そうなんか。そう、最強のアタッチメントを全部つけて、はい、サーチに行ったら最強になる説は立証されませんでしたけど。はい、じゃあ次回予告お願いします。はい、ドゥルルルルルー、こいつはなんと全部のアタッチメントを買ったくせに、もうフルで心配しやがって。こいつもう本当に企画通りもクソもあるもんかよ。こんなやつも生きる感じもねえだろう。次回太田、あー、やっぱ